トレンド入りしたそうで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、ここでみんなトレンド入りしたらつぶやいてください。もっと、もっとお願いします。もっとお願いします。8位、8位、うん、8位ってことはあと上7つあるね。まだ目指せるね。嬉しいな。湯気さん の, あの別称一覧が別称ちゃうやん。これいらんやろ、これいらんひどいな。いや、ひどいなってウッシーが言ってんねんけど、これね、ああウッシーが2013年にツイッターでつぶやいてるやつのコピペです。あ、すげえ。これいらんやろ、これいらんやろ。ひどいな。ボンジュール、改め湯豆腐。始まりました。フルトボンジュール祝湯豆腐10周年配信 MC をフルコンでございます。よろしくお願いします。そしてよいしょ。はい、どうもレギュラーの十和子です。お願いします。そして今日はチーム湯豆腐のメンバーでお送りしております。湯豆腐湯合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 湯アクリル板が指突き刺さった、はい、です。お願いします。湯合うっしー、うっしー。いや、この番組のフルトワボンジュールについてちょっとご紹介させてください。はい、こちらどうぞ。ゲーム実況者のフルコンとトワコがやりたいことをやっちゃうオリジナル番組となっております。なるほどね。サブスクの話ちょっとさせてください。どうぞ。はい、本番組 のサブスクですね。サブスクライブいただいた方には視聴者を交えた企画会議や番組の裏側を見せるコンテンツなど配信してます。それでは早速本日の番組メニューです。どうぞ。チーム湯豆腐の10周年10年間を振り返ろう。おら、はあ、そして思い出のモンハンをみんなで遊ぼう。10年か。そう、まあ、10周年記念ってことでね、チーム湯豆腐とあと各メンバーに関してしたためた資料を持ってきました。ありがとうございます。なんか怖いな、この人の作る資料。なんかお、来た。はい、え、これフルに作ったんですか。そうそうそう。すげえ。デザインがもらって、手書き？で資料手書き、デザインもらってて今言う。あ、そう。手書きだと。手書きって。手書きじゃない。ありえ。まず、我々チーム湯豆腐のメンバーですが、そっから。そう、まず、ね、大事改めてね、これチーム湯豆腐のニコニコ動画のコミュニティに書かれてるトワコンが書いた紹介。いつ作ったやつだよ。いつだよっていう感じだけど。なんだよこの文章。多分ね、2011年やね。2011年。俺悪口しか書いてない。まああれ愛情、愛情の裏返しや。お前愛情の裏返しや。はい、ここでチーム湯豆腐クイズが突然きます。え、はい。出た。グループ名を湯豆腐ではなくチーム湯豆腐にした理由は、1番チーム力を高めたいという熱い思いから。っていうと主張したから。ロコのバスケの証に関係してるとかそんなのなかった。ないけど、実際実際当時湯豆腐で検索したら、ロコのバスケ証ボットしか出てこない。あった、その時期。そうそうそう。そう、あの黒子のバスケの明石くんってキャラクターが、そうそう、湯豆腐好きだね。好物好きだね。好物湯豆腐なんですよ。3番じゃないかな。まあでも確かにね、皆さん。ああ、やった、当てちゃった。そう、そうこれね、チーム湯豆腐トリビアの。俺全然覚えてなかったんけど、そう、最初は単純に湯豆腐大百科に書かれてるんや。そうなのよ。ニコニコ、え、湯豆腐のニコニコ大百科作った僕っすよ。知らん、それを知らん。やば、それを知らんかった。僕ですよ。あ、そうなん。そうそうそう。俺初耳やな。俺も初耳。さっきの文章も僕が書いてる。あ、そうなん。4人の紹介文も。そうなん。じゃあもうこのスライドほぼトワコが作った。トワコね。俺それコピペしただけやから。クイズにならないじゃん。今日のスライドこれトワコ。全然知らんかった。そうなんや。出店トワコじゃん。第1回ラジオ生湯豆腐2時間前から待機してたのは誰？これ選択式ですか？選択式。お。うん。あ、トレンド入りしたそうで、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ここでみんなトレンド入りしたのをつぶやいてください。もっと、ありがとうございます。もっとお願いします。うん、もっとお願いします。8位、8位。うん、8位ってことはあと上7つあるね。ね。まだ目指せるね。嬉しいな。はい、じゃあ答えの方いってみましょう。どうぞ。ドン。実は2人。俺も。そう。湯気とわこが2時間前から待機してて、で、僕は普通に会社員やった。うん、あ、まあ、仕事の飲み会がいきなり入って、うん、酔っ払って登場して覚えてねえ。 でもウッシーも僕も20分前には来たのよ。だけど、うん、遅すぎるって怒られてた。だいぶ間に合ってんのに。ありえんやん。嘘。今では今ではありえん。
はい、メンバーの歴史を振り返ろうという、ゆげぽ2007年9月19日に歌ってみた動画発表。2007年早いな。すげー早い。当時は珍しい弾き語り動画ね。もうインターネット老人なんですよ、ね、で NHK にも出演。いやこれ怖いよこれマジ怖いよこの話これも違うね。これね2008年これは、ね、12月5日もう検索せんととしネットスターに出演し、素晴らしい二つ名をいただきました。おいおちょっと気をつけろ、怖い、気をつける、触られたくない、触られたくないとこや、うなる三番目お客さんも俺らのこと全然知らんしょで、後ろのなんかレギュラー陣もそんな盛り上げるわけでもなくみたいな、もう冷たい顔やと覚えてるんですけど、怖かった。ゆげさんの、あの別称一覧が別称ちゃうやろ。これいらんやろ、これいらんひどいな。いや、ひどいなってウッシーが言ってんねんけど、これね、ウッシーが2013年にツイッターでつぶやいてるやつのコピペです。あ、すげえ。これいらんやろ、これいらんあのね、この下にストレートな悪口のデブがあってちょっとね、あの、はじきました、その下ゆげぽの、代表的配信、お風呂配信が2000年。違うぞ違うぞ、これ最後です、ね、最後、最後ここおかしい、うん、俺がお風呂入りながらスマホで配信するやつね、やめて、誰が喜ぶんですどこ、何で締めてんのこちらの私、改めて見たんですけれども、はい、感想はですね、はい、誰、ちょっと皆さん聞いていただきましょう。なんで聞くねん音声を音声がちょっと待って、音声あんの、音声をね、ちょっとね、持ってきました。なんで、はい、ということでですね、お付き合いいただきありがとうございました。心が折れました、ごめんなさい、もう無理です。というわけでですね、もうなんとか動画の方も撮り直していきたいと思います。もしよかったらですね、そちらの方でお会いできましたらそちらの方もですね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ダイイングメッセージからねアヨナビザガイなんで、確かにあの死にゲーなんで、なんか監禁されながらゲームやってる聞こえないようにしてどれぐらいからトマポンになるんかなって、俺1年ごとに見ていったとで、2年後の第1回ラジオ生湯豆腐の音声もちょっとあるんですけど、見れんのこれ、ちょっと流してもらっていいですか。チーム湯豆腐のラジオ生湯豆腐、やめたれよ、やめたれよ、なんでや、なんでや、なんでや、俺もう、いや最悪や。投稿者コメントもね、あの個人的にめっちゃ好きなんですよ。え、何、イニシエの感じが、何何何、あんま面白いこと喋るレベルはないあ、事前に言っておくけど、トークは俺の嫁。しかもこれゆっくりと実況シリーズで、一発目はあのウッシーとゆっくりが漫才やってるスタイルの実況。そう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 、やり取り系や。そうそう、どんな感じかというと、ハンバーガーとか好き、ジャンクフード大好き本当に再現するな、ジャンクフードの食べ過ぎは気をつけてくださいよ、ジャンクフード大好き、なんで2回行ったんですかみたいな、バリオモレやり取りがうわダリー俺なんか音声付きでやられたんだっすよ実際の文字ベースだけまだ牛田さん、牛田のいじりあんまなかったな、あ、よかった、俺とトワコのいじりやばかったで、全員褒めたやん、いやいやいや、もうなんかサンダーボイスと音声垂れ流しですよチーム湯豆腐との関わりも深く、うん、牛田さんとはラジオ無回転で2人でパーソナリティを務めたますかね、フルコンさんが生の音声をね、ゆげぽは